理化学研究所生命システム研究センターの大波と申します。本日のあれ本日はこのようなタイトルで、話させていただきたいと思っておりますが、我々はですね、平成24年度からですね、この統合化推進プログラムということで、生命動態システム科学のデータベースの統合化というプロジェクトをさせていただいております。3年間させておりまして、本年度が最終年度となっております。それですので本日の、講演ではですね、これまでのその当プロジェクトの、結果というか行われてきたことと、その今後を狙っていることなどをお話しさせていただきたいと思っております。で、まずですね、我々のプロジェクトのその背景ですけれども、生命動態システム科学という、分野を対象としたプロジェクトですけれども、これは何かということですが、最近その推進されている新しい生命科学の分野です。それで、内容は何かと言いますと、複雑な生命現象の動態を時空間を有する先端的な計測と、それから、高精密モデリング、コンピュータシミュレーションですね、をもとに、インシリコないし、インビトロで再構成するという構成的なアプローチを目指しているような、分野のことを、このように定義して、現在、その文部科学省等で推進していただいております。それで、このようなその新しい分野においてですね、特徴的な、データというものがございます。でそれは何かと言いますと、その今までその生命学分野であまり取り扱っていなかったその時空間情報を数値として含むような情報というのが実は我々のこの分野の肝でして、こういうデータがですね、これから、たくさん集まってくる、少なくともこの分野で集まってくる。それは具体的には何かというと、その、生き物を対象としたその計測データ、俗に顕微鏡とかを使ってさまざまな、生命現象が計測できるようになったんですけれども、時空間的に計測できるようになったんですけれども、こういうデータ、それから、シミュレーションの結果です。シミュレーションの結果ってはもちろん定量的なデータなので、そういうのが、溜まってきまして、これらがそのこの分野の中心となってくる。ですから、そのようなものがですね、どんどん溜まってくる状況にあります。でこのようなその生命動態システム科学という分野のデータベースの、現状というか、状況ですけれども、当然ながらですけれども、まだ始まったばかりの分野ですので、公開しているデータベースの数はそれほど多くはありませんが、こういうそのバックグラウンド、があって、推進されている分野でありますので、そのデータの生産というのは非常に増加中です。ですので、どんどんそのデータベースあるいはデータ増えていく状況が予想されます。このような状況ですので、まだそのデータベースの数とかが少ない現状においてですね、その、統合化を先にしてしまえば、統合された状態でこの分野のデータが溜まっていきつつ、その発展もしていけるんじゃないかということを考えて、このタイミングで統合化を、先行的にやってしまうという、非常にそのある意味、何でしょう、チャレンジングなプロジェクトです。それで、実際にその、統合化のプロジェクトとしてどういうことを目指しているか、いたかというと、まず我が国のその生命動態システム科学分野のすべてのデータベースを統合する、体制仕組み、スキームですね、を作るということです。でこれが一番大きな目標で、そのもとでですね、我が国の、この分野のすべてのデータを、統合してあげようと。でさらには、こういう、試みは実は世界でも全然ありませんでしたから、世界全体のデータも、統合する方向に持っていこうということを目標にしておりました。それで実際にそのこれからですね、その3年間の成果をお話しさせていただきたいと思うんですけれども、当然このプロジェクトは我々が勝手にやるわけにはいかないので、この分野の方々の非常に大きな協力を受けてですね、ご指導をいただきながら進めてまいりました。新しい分野なので、例えば学会とかそういうものは存在しません。その代わりですね、現在その国のプロジェクトとしてこの3つの JST のクレストおよび文科省のプロジェクト、それから我々のセンターが実はそうなんですけれども、そのこの分野を推進するという意味で文部科学省からお金が落ちている機関がありますので、この分野 その代表研究者の方々に集まっていただきまして、プロジェクトグループというのを構成しまして、それで適宜ですね、アドバイスなりご指導をいただきながらですね、このプロジェクトを進めてまいりました。でこれからですね、その結果として、現状どうなったかということをご説明させていただきたいと思います。まず最初にですね、ご紹介したいのはそのフォーマットを作りましたということです。これはどういうことかといいますと、
この新しい生命動態システム科学の、まあ、データ、先ほど申し上げましたように、その生命 の, その時空間情報ですね、こういうその動いている情報を、まあ、最近ですと、その顕微鏡と、まあ、画像処理を使ってですね、組み合わせて、さまざまな複雑なこういうその、これ細胞分裂の絵なんですけども、撮ることができるようになってきたんですけども、それが、まあ、例えばこれ3つの別々のグループが、撮ってきた同じようなその細胞核の、初期肺の、肺の中での動態のデータなんですけども、全然違うフォーマットで記述されている。そうするとこれ全然その再利用性が出ないわけですね。そこで、まあ、こういうその生命の動態のデータをですね、統一的に表現できるようなフォーマットを作るということを最初に行いました。でそれで作ったのが、BDML というバイオロジカルダイナミックマークアップランゲージという、まあ、言語なんですけれども、まあ、XML を基盤として、まあ、可読性と拡張性ですねを、目標としまして、新しい言語を作りました。でこれで、まあ、僕ら後でご紹介しますけれども、さまざまな、生命動態の、定量データの、表現が可能になっております。で BDML なんですけれども、昨年の1月に、本当の本当の初期バージョンを作りまして、それから、少しずつバージョンアップしながら、進んできております。昨年の今頃、ご紹介させていただいたのは、バージョン 0.15 の時で、それはその一分子、一つの単分子の動態から、個体の動態、そして個体の集団としての動態、そしてから、細胞ごとの遺伝子の発現量の動態とかをですね、記述できるようなフォーマットにまで持ってきております。これ一つのフォーマットで全部表現できます。でさらにこの1年間で、まあ大規模なビッグデータに、ね、内容するような、特徴やそれから、これから皆さん統合していく話に重要なので、メタデータとかを RDF でこう、表現する、あるいはそのオントロジーですね、いろんなコンポーネントをオントロジーで、共通に表現するような、ことができるようなバージョンまで今、改良されております。最新のバージョンではもはやこれができるようになっております。それで、まあ、ちょっと先ほども軽く触れましたけれども、この一つのフォーマットで、単分子、ですね、細胞の中の一分子の動態から、まあ、もっと大きなその個体としての動態、それと行動とかですね、それから、まあ、もっともう細胞をたくさん増殖したりとかっていう、何でも生き物に関わる動態に関しては、記述することが可能になっております。でまあ、ベンチマークとして、これは何をあらゆるものをといっても難しいので、一つ ご紹介しますと、まあ、それも一つ目指していたのでもあるんですけども、我々そのキュービックというのは、生命動態システム科学のこの分野を推進するために、まあ、こさえられたセンターでありまして、ですので我々のセンターの中で生産されるデータをですね、全部表現できるということが、まあ、ある一つの指標としてはこの分野の、全てのデータを表現できると言っていいのかなと思っておりまして、そういうことを目指してですね、作っておりました。で、この、まあ、ここに挙げているのがですね、まあ、我々ずっと調べてですね、ほぼうちのセンターで、生産されることが見込まれている、あるいは生産中のデータなんですけれども、そのうちの実は全部というわけにはいかなくて、この白青いところが、我々の、フォーマットで表現できるものなんですけど、この白い2つの、もの以外は、全部、あ、これでもこれはもうできるようになったかな、すいません、ですから、まあ、ほとんど全ての、データに関して我々の1つのフォーマットで表現できるという状況になっております。で、まあ、このような状態だったんですけど、一つだけ問題がありまして、細胞の各細胞のですね、遺伝子の発現量のデータももちろん我々記述できるんですけれども、シングルセルオミックスのような形で一つの細胞においてその大量な、オミックスデータが取れてくるような状況に関しては、記述は可能なんですけれども、ちょっと効率が悪いという問題がありまして、そこだけちょっと改善するためにですね、オミックス BDML というまた別のフォーマットを作りました。詳しい話は割愛いたしますけれども、もともとその遺伝子発現データとかですね、代謝産物のデータに関しては、それを表現するための、まあフォーマットがありまして、まあ、これはもう完全に国際標準されてますので、これらをもちろん、無視するわけにはいかないので、これらで表現されているデータをですね、まあ、ラッピングするような形で、すいません、前後します。これらのデータはですね、データの表現は、時空間情報を表現できるような形になっていないんですね。それで、これらのデータで表現された、データフォーマットで表現されたデータを、まあ、ラッピングする形で時空間情報を表現できるような、フォーマットを作りました。ですので、こういうデータを、まあ、コンバートして、我々の BDM、オミックス BDM の、データに変換することができます。
でこのような形で、時空間オミックスのデータに関しては、こちらを使うことがいいのかなと我々は思っておりまして、こういうのを、開発いたしました。まあ、このような形 で、 ですね、データを表現するフォーマットを作りました。そこで今度はデータを、まあ、突っ込むというデータベースを、統合データベースを作ることにいたしました。そこで、統合データベース SSBD というのを作りまして、これはちょうど昨年の9月に、公開を開始したんですけれども、このデータベースにはですね、まあ、今お話ししていましたその、生命状態の定量化された情報ですね、それから、まあ、それを、取得する場合、その実験的に取得する場合、多くの場合画像からそれを取得してますので、その元となった元画像のデータを、突っ込むことができるデータベースになっております。でさらには、まあ、後ほどまたご紹介いたしますけども、こういうデータを、ね、解析するためにいろいろなツールが必要になってきますので、そちらのツールに関しても、まあ、我々の方でも提供しようということで、そういうツールも、公開するようなデータベースを、作ってこう、運営しております。でこのデータベースですけれども、まあ、中に入っている定量データはですね、もちろんダウンロードできるんですけれども、それ以外に、まあ、特に実験生物学者の方に便利なように、そのブラウザー上でですね、データをこう見回すことができるようになっております。でさらに先ほど申し上げた通り、画像もたくさん入っておりますので、画像に関しては、世界的にその画像を生物画像を格納するため の、 そのデファクトスタンダードに、まあ、なりつつあるオメロというシステムを、まあ、我々導入しまして、まあ、オメロの研究者とも非常にその、交渉し合いながらですね、オメロで管理するようなシステムにしております。で、API も、まあ、公開しておりまして、それで、第三者が、まあ、我々のデータベースに直接アクセスして、さまざまな機能を持つ、ソフトウェアを作ったり機能を持たせたりすることができるような状況を、達成しております。で、ね、このような形 で、 です、ね、作った SSBD に、まあ、データというのをどんどん入れています。で、これがその、去年の9月にオープンして以来の、データベースの中に含まれているその、まあ、一個一個のファイルですので、データ数と言っていいんですけども、の推移なんですけれども、まあ、こうやって見るとですね、データの数はまあ着実にまあ増えております。ただ、残念なことに、この青い方がですね、公開したデータで、赤がまだ未公開データなんですね。つまり、公開されているデータに関しては、まあ、残念ながらちょっと伸びが緩いです。で、これは結局、パブリケーションをしないと、さすがに、公開を認められないという部分と、もう一つは、まだ初期の段階なので、一つ一つのその公開されたデータ、パブリケーションが終わったデータに関しても、それぞれのオーサーときちっとその交渉しながらデータベースの中に入れて公開してますので、まあ、少しずつですが、公開のデータも増えておりますが、未公開のものは増えておりますので、まあ、これらが、まあ、論文としてパブリッシュされれば、順調に増えていくと思っております。実際にその、SSBD に入っているデータですけども、ビジュアライズしたとこんな感じでですね、まあ、大腸菌の、細胞内 の、 その単分子ですね、一分子の動態のデータ、まあ、これはシミュレーションのデータなんですけど、から始まって、まあ、細胞の核の、まあ、シミュレーションのデータ、そして、これは二次元の、細胞の核の動態を、まあ、細胞の輪郭を、まあ、計測したデータなんですけども、それとか、まあ、様々な線虫、とか、ドロソフィラ、ゼブラフィッシュ、マウスの、まあ、細胞の、初期肺の細胞核の分裂のデータとか、あとこれはちょっと変わっていて、線虫 の、 行動ですね。線虫がこう、ニャクニャク動きながら回る、この行動の定量データを、集めているグループがありまして、そういうのも、公開して、これは全部、先ほどの BDML のフォーマットで全部表現できますので、公開しております。で、これは現在公開されている、あるいは公開予定のデータの一覧ですけれども、まあ、細かくて見えないと思いますが、まあ、マウスから、まあ、E. コーライに渡るまでの様々なデータを集めることができておりまして、ただ、まあ、公開されているのは白抜きのところだけですので、まだまだその未公開のデータがたくさんありますので、これは努力しながら出していきたいと思っております。まあ、このような形でですね、BDML というフォーマットと、それから SSBD というそのデータベースを作ってまいりました。で、もちろんこれらのデータベースに、まあ、データをたくさん入れていくということの努力は順次進めておりますが、もう一つの観点として、もちろんこれらのデータベースが活用されなければしょうがないわけです。ですので、まあ、特に今年1年間はですね、活用に向けての取り組みもやってきました。でこれはまだまだ継続中の話なんですけれども、それらについてもご紹介させていただきたいと思います。
でこの我々が集めているその時空間の、まあ、生命現象の定量データある活用の方向性なんですけども、僕らは3つかなと思っております。で1つは可視化、1つはこの従来の解析の自動化高速化、そしてもう1つはデータ駆動型の新しい手法による解析、この3つかなと思っております。でこれはこれから順次説明させていただきますが、まあ、これらを推進するための、まあ、ツール群の開発なりサービスの開始というのを順次我々今やっております。まず最初、可視化に関して、まあ、可視化というのは一番その基本的な話でして、まあ、我々のこういう定量のデータというのはコンピューターの画面上で自由自在に表示できますので、まあ、生物学者の方は特にこういうのを見てですね、細胞がどうなっているかとかを3次元的にぐるぐる回したり見ながら、まあ、直感的に知識を得る、あるいは知識を得るためのきっかけをつかむ、そういうことをやっております。でこういうことをサポートするために、いくつか我々プロジェクトやってまして、一つはそのウェブブラウザー上 で, です、ね、先ほど申し上げたとおり、画像が表示できるようにしているんですが、残念ながら去年とかの段階 ですが、これは去年の状態なんですけども、時間を動かすと結構次 の, アップロードに時間がかかってカクカクしてたんですね。まあ、ぐるぐる回すのは簡単なんですけど、そこら辺の改善をして今これは現状ですけれども、かなりスムースに3次元表示、4次元表示ができるようになっております。まあ、こんなことがまずブラウザー上で、実現されております。でさらにダウンロードした、BDML のファイルをですね、可視化するソフトウェアというのを作りまして、これは生物業界で非常によく使われているというか一般的に使われているイメージ J というプログラムがあって、まあ、これらのプラグインという形で開発しました。そうするとイメージ生物実験生物屋の人たちにとっては非常にそのインストールとか、まあ、使いやすいと思っておりまして、こういうのを実現して我々のさまざまなデータ、これは今大腸機能データを映してますけれども、まあ、時間末と違うデータが映るんですが、さまざまなデータをですね、こうやって見せることができます。ちょっと時間がないので次のデータを映るまで、割愛しますけれども、まあ、こんな可視化に関する、サポートの アプローチをしております。でさらにですね、次の話で、従来の、研究手法の自動化高速化っていうのができるだろうと。でこれの一番典型的な例は計算表現型解析です。今まで表現型解析フェノームですね、まあ、目で見て判断してたんですけども、それをこう画像を使って定量化されたら、この定量化された情報は全部計算すれば、さまざまな特徴を計算できますので、あとは数理解析になるだけです。例えばその細胞と細胞の核の間の距離なんていうのは我々のデータがあればもう一瞬で計算できるようです。でこういうことをひたすらやることができて、これは我々の成果ですけれども、1000以上の新しい表現型というのを見つけることに、表現型の異常というのを見つけることが我々できております。ごめんなさい、我々は発生に異常がある遺伝子、線虫 CL が発生に異常が起きる遺伝子全部分かってますので、それらを、全部ノックアウトしたときにどうなるかってデータ全部持ってまして、それを使うと、まあ、こういう表現型解析ができます。でこういうことがですね、今我々のデータでしかできないんですが、これから先そのマウスとか、まあ、ドロソフィアとかでもこういうそのノックアウトのデータも溜まってくると思いますので、それを皆さん、使えるようにこの表現型解析するための、BDML フォーマットを読み込んで、こういうその表現型の解析をするためのツールというのも配り始めております。で、ただこういうのもなかなか、活用できないので、もうもっと我々も使っていただこうと思いまして、サービスをしてます。で、とりあえず我々線虫のデータたくさん持ってますので、国内の線虫の研究者にもう計算表現型解析というサービスで、提供しております。でもとにかくこれがいいってことを彼らが理解してくれればサポートしてくれますので、ですのでこれらの研究者のリクエストに、まあ、我々が答えてこんなん出ましたよって言って、彼ら その実験研究に活用してもらっております。さてデータ駆動型の新手法、これ一番面白くて一番やりたいところなんですが、一番難しくて、まさにまだまだチャレンジングの段階ですけれども、一つだけこれは我々のデータですけれども、成功した例がありまして、その細胞分裂のパターンからさまざまな特徴の形質のですね、相関特徴なんですか、それが個体差があるんですよ。その個体差のブレの相関を見つけることによって、発生がどういう順番の形質の発現で続いていくか、その因果関係とか、その因果関係がどういう遺伝子によって支配されているかみたいなことを、推測するというか、同定するメソッドを作ることに成功しております。これは検証をしてかなり合っていることが分かっています。こういうことが、まあ、我々のデータを使うとできるのかなと思っておりまして、まだこれちょっとアンパブリッシュとデータなんで、このツールは、公開してませんけれども、当然発表が終わったら、このツールも公開しますし、まあ、これ以外の新しい
手法をどんどん作っていきたいと思っています。まあ、そんなことを目指してですね、国内、今のところ国内に限られていますけれども、情報科学の研究者との連携も始めておりまして、彼らのアイデアで我々のデータで遊んでいただきながら、新しい手法を見つける、なんてことを、やっています。で、まあ、さらに、とは言っても我々のデータ、そんなに使えないかもしれないので、もっと多くの実験生物の方に使っていただくためにですね、ツールをさらに作っています。これは、SSBD の中に含まれる、まあ、よくもって言えばオメロシステムに含まれる画像をイメージ J で読み出して、そのイメージ J の中で、まあ、ロイですね、自分でその、計測して、それを BDML のファイルに変換するようなソフトウェアを作っております。でこれがあれば、まあ、各自で手動で BDML ファイルを作っていただいて、それを今度あとは我々のソフトウェアの、まあ、世界に突っ込んで、いろいろやっていただくことができるという状況になっております。だいぶ時間が経ってしまいましたので、今後の展望ですけれども、まあ、これから先もこのような形で国内での推進を継続しながら、さらにですね、BDMA のフォーマットの国際標準化をどんどん推進していこうと思っています。これに関しては、コンバインというそのモデルの国際標準化のプロジェクトが走ってまして、これらと、連携を取っていきたいと思っております。さらに、この SSBD のデータベースに関しては国際連携を、拡大していこうと思っておりまして、すでに、国内は国際的に主要な研究者との関係を作っておりますので、これを拡大させていきたいと思っております。あとは、まあ、ここに書いてある通りで、活用に向けてのソフトウェアの充実とか、拡大を行っていきたいと思っております。これは最後は、まとめですので、じゃあ時間もないので割愛させていただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。